ストーリーのヒロです。フットサルスクールフットストーリーを運営し、 FC ストーリー徳島で代表兼監督をしています。この音声配信トークストーリーでは、 FC ストーリーのコーチであり F リーグの監督経験を持つ山本直樹とのトークを配信していきます。それではどうぞ。はい、記念すべき第1回音声配信始まりました。イエーイ。はい、おはようございます。テンション上げろよ。おはようございますって言ったら朝撮りなのがわかるね。もうそうだな。いつアップするかとかは決めてないけど、とりあえず今現在、朝の5時半。嘘つけよ。早起きして頑張ってるよ。これ、まあそういうことにしとこう。もう5時半。嘘つけ言うてもたけどな、もう。5時半収録。もう5時半収録の体で、5時半からすっげえ元気で話してるみたいな。なんなんこいつらって思われるやろな。もうそうやな。全然まあ10時半やけど。頭おかしいなと思われるな。そうやな。というわけで、頭おかしいぐらいがちょうどいいよね。そうだね。なんだちょうどいいって。何を基準にちょうどかはさ。いや、頭おかしいぐらいがちょうどいいよ。頭おかしいぐらいがちょうどいいよな。まあ、指導者なんかもうちょっと頭おかしいぐらいの人が多いやろ。それカットするとこじゃん。完全にこれカットだな。なんか指導者の方に対して、それは失礼な話だよ、みたいな感じじゃないけど、違う、いい意味で、なんかこう、サッカーバカ、フットサルバカもなんか、それ、指導のことしか考えてないとかいう、もう、そんな、まあ、そんな人多い。皆さんね、こう仕事をしながら指導に時間を費やしてる人とかね。そうそうそう。こう俺らみたいにこう指導だけでとかっていう人も、以外の人もいるわけやから。うん。そうやな。大変な人もいっぱいいらっしゃる。そうそうそう。そういう人に対して頭おかしいぐらいがちょうどいいって言ってる俺らが一番頭おかしいかもしれんけど。そういうことよ。そういうことかな。というわけで、何を血迷ったか、いきなり音声配信をしようと、僕が言い出したわけですよ。好きやもんな、そういうのな。とりあえず?ね、なんかやってみたら、いろんなつながりができるかなとか。ね、面白いことが起こらんかなっていうことで、いろんな人の意見が聞けたりとか。そうそうそう。でさ、いつも俺ら練習終わった後とか、その日のテーマとか、その日のトレーニングがどうだったとか、まあ、そこから話膨らんでって、まあ、いろいろ話してるやん。毎日話してるな。そうだな。ふとさ、なんか何の時か忘れたけど、僕がまあなんか話の流れで直樹に質問して、それに答えて話膨らましていってとかしてる時に、ふと俺自身も勉強になったし、これをまあ聞いて、なんか聞いた人がプラスになったりとか、こうなんかの刺激になるん違うんって思って、その場で確か僕がさ、音声配信やろうみたいな言ってた。まあでも確かに指導者とかの仕事をしてると、他の人ってどうなんやろうっていうのは多いよね。感じるというか考えるというか、自分はこうやけど他の人やったらどう言うんやろうとか、どう考えてんやろうとか思う時ってかなりあるよね。こう、ああ、それ、トレーニングはうまくいかない時とかなんか特にやけどさ、なんか、なんやろな、365日も指導してないけど、仮に300日指導してても、300日やって、あ、今日の練習よかったなって思うことなんて、何回あるってぐらいやからね。そうだな、確かに。じゃないけど、うん、こう、って考え込むことの方がもう日々やんか。確かに。これどうやったんかな
この時のアプローチどうやったんかなとかっていうのがさ、もうほとんど毎日のように起こるからさ、うん、そういう時にこう、これ他の人に聞いたらどういうんやろとかはすごい思うよね。確かに、まあ今さ、まあ僕と直樹はこうやって話せるけどさ、現場の人がさ、いつもかもこう喋れる仲間がおる人ばっかりではないしな、案外孤独な職業だったりもするし、割といないんじゃないかなって思ってしまう。うん、俺もいない。でも自分だけで考えて進めるっていう環境にずっと、そうそう、長いこといたような気がするから、そうなんよ。って考えるとさ、やっぱこう普段普通にこう仕事しながら仕事の忙しい合間を縫って指導されてる方ってこう悩みとか、まあ、もちろんやりがいを話すことだったりだとかも含めて、なかなかないろんな人とコミュニケーションとって話をする機会ってあるようで、やっぱりもう現場現場のことでいっぱいいっぱいで、なかなかブラッシュアップとかもしていくのって難しいもんな。まあ僕らもそうだけど、僕ら二人の中で話してるだけでいろんな人と話せてるわけじゃないしさ、っていうのはあるよな。あるな。そればっかりやと思う。いろんな人の、だから自分たちが喋る、自分たちが喋る内容を聞いて、うん、他の人が聞いたときに自分はこう思うとか、それはまあ否定的っていうのは、自分それはちゃうんじゃないとかっていうのが別に聞ければいいんかなと思うけどね。確かに、まあみんながな、同じ意見じゃないから、うん、でもまあこうやって話してることを外部に出すことで何か、まあ、賛同してくれる人、まあ違うやろって思う人、何も思わん人、そうそうそう、何も思わない、何も思わないっていうのも一つの意見やからな。そうやな。そういうのがあったら、なんかまた新しいものが浮かんでくるんかなとか思って。まあでも、まあ、自分らが考えてることが、まあ、理想としては、まあこう指導されてる方とか、聞いてくれてる人に、なんかこう刺激とか、なんかこう、考えるきっかけを与えることになったりだとか、そういうのやったらいいよね。まあ、なんかね、人の話、自分でもこう誰かの考えを聞くだけで頭が柔らかくなる瞬間とかっていうのは絶対にあるから、自分だけで考えると凝り固まってくるよね。どうしてもこれが正しいと思ってやり続けるから、固まってくるのが、固まってないと思ってても、うん、固まってくるのが、まあ一つのその自分の指導の信念だったりするんだろうけど、哲学だったりするんだろうけど、確かに固まりすぎると悩んじゃうよね。固まってないつもりでもな、多分な、すんげえ固まってるんだと思うよな。うん、そうなってくるよね。それこそさ、直樹のトレーニングを隣でさ何回か見てるけど、同じテーマで普通にトレーニングしてても、ああやっぱそういう、あ、そういうアプローチかとかあるもんな。やっぱ実、なんだろう、1回2回トレーニング見るだけでも、あ、ちょっと自分のトレーニングにそういう要素を足してみた方がもっとリアリティあったんだろうなとか、なんか自分の中で改善するネタとして、あのいつも素晴らしいご指導、あの拝見させていただいております。よう言うわ、よいしょしょかんと、やめとけ。聞いてる人が、あ、やっぱ山本直樹コーチすごいんやなって思ってもらえるように、むっちゃごますと、すごいすごくないじゃないからな。でもな、すごいすごくない。なんやろね、何が子供たちにその、まあ、育成の話メインになっちゃうかもしれんけど、どんだけ伝えたいことがうまく伝わるかだからね。
どんなトレーニングをする中でも、その、なんていうかな、1対1を仮に教えても、2対2をトレーニングのセッションとして組んでても、うん、どんな状況、仮に人数が少ないセッションであっても、人数がね、フットサルだったらフィールド4対4、仮に4対4まで広げたとしても、仮に数的不利、有利だったとしても、どんなトレーニングでも、いかにゲームに近いか、ゲームが背景に浮かんでくるかっていうことは考えるかな、考えなきゃいけないかな。試合っていうものが、こう、どれだけ、その連想されるのか、イメージされるのか、っていう感じかな。それはまた次回のネタで掘っていく。それを掘っていく。それ掘っていったらええんちゃう。今日は何について掘っていく。それはもう次回の楽しみや。あ、そうな。次回はこういう内容ですとかって言った方がいいのかな。次回はこういう内容ですって言ったら、あ、次回のやつを聞いてみようってなるんじゃない、わからんけど。あ、そういうことな。OK、じゃあ、ということで。聞きたい内容、聞きたくない内容があるやろうから。そうやな。いや、そもそも誰も聞きたくないかもしれんけどな。そうやな。それ言ったら元も子もないけど。じゃあ、次の収録からはあれだな。次回はこういう。テーマでっていうのを言って始めれるようにします。テーマ考えるの大変じゃん。第1回、第2回、ありがとうございます。第1回まあ、ということで、第1回の第1回の配信は音声配信のきっかけというテーマでした。それでよろしいでしょうか。はい、よろしいです。では皆さん良い一日をお過ごしください。さようなら。ではまた。